ザ・スポトランサー、よっ、やりましょう。はい、始まりました。ザ・スポトレアンサー第6回です。6回目です。はい、まあちょっと10月末に私が応援している、まあ、ガンバ大阪のホーム最終戦があったので、はい、まあ、弾丸で帰ってやってきましたまた行ったんすね。はい、また行ってきましたすっごい楽しかったです今シーズン見に行った試合ほとんど負け1勝しかしてなかったんですけど1勝積み上げました2勝目、はい、2勝目を見てきました。ものすごく貴重な勝利じゃないですか。はい、そうなんですよ。ちょっと残留争い真っ只中でちょっとこれ勝たないとまず死ぬっていう状況だったんですけどそれ勝ってなんとか自力残留が見えてきたっていうところで、試合中、試合というか試合終わった後から常にちょっとガッツポーズの腕が止まらなくなっていた大輔です。ずっと上下運動しました。右上それ想像しただけで面白いです。皆さん想像してください。あるガンバファンのサポーターがガッツポーズをずっとしてるんですよ。隣で26歳男性がちょっと怖いっすよ。いや、もうそんな感じでちょっと今週上機嫌です、大輔です。そして最近僕の人のインスタグラムの方の DM の方でなんかマッサージクリームを使ってくださいみたいなメッセージをいただいて、なんかこうサンプルをお渡しするんでマッサージクリームぜひ使ってみてくださいっていう風なご連絡を初めていただいて、ちょっと自分なりにもこうなんだろうな、結果というかいろんな人にこう認められてもらったのかなって思いつつ、ちょっと嬉しい。アッキーでーす。はーい、すごいじゃないですか。いや、びっくりしました。急にこんな宣伝みたいな、アッキーとして世に出てるじゃないですか。はい、連絡来たの初めてなんで、まあ、少しずつこう、まあ、インスタとかもいろいろ自分のトレーナー活動の報告とか、まあ、いろんなこと載せ始めてはいるんで、それが少しなんか形になったかなっていう瞬間でした。いや、すごいですね。アッキー、うちの所属トレーナーなんで、よろしくお願いします。いろんな情報載ってるんで、ぜひ、プライベートのことも載っけてるんで。もしかしたらプライベートはサウナばっかかな。いや、今見返したらサウナばっかです。やっぱりじゃないですか。サウナ情報もお待ちしてます。はい、では、第6回は何を喋るのかと言いますと、はい、ね、前回はまさかの雨天順延という形で終わった明桜高校の、そうですね、実際の決勝戦の話をしていただこうと。やっと来ました、決勝戦。やっとですよ。なんだっけ。試合15分しか始まってないからね。そしてまあ、その3日後 ?4 日後 ?3 日後っすね。3日後。さて、アッキーは順延となった日、東京に帰ってきたのか、そして火曜日行ったのかというところまで踏まえてお話しいただきましょう。そっからっすね。はい。22日に決勝当て、まあ、12時から決勝当て、まあ15分だけやったんで、結局1時間延長とかになって、まあ2時半ぐらいかな、終わったの。2時半とか3時とかに、まあいろいろもろもろ終わって、じゃあ1時解散ってなった時に、まあ僕はね、22まで、その決勝まで秋田にいる予定だったんで、まあこんなことになるとは思ってもいなかったんで、普通に都内で仕事があったんで、これをなんとかしないとなっていうのと同時に、監督からもちょっと頼むわっていう感じで、25に、まあ、決勝が開催されたんですけど、25も頼むわみたいな感じでお話いただいて、で僕は、まあ、僕自身も行きたかったんで、こうなんとかスケジュール調整したりとか、まあ、会社の皆さんにも連絡をして、なんとかこうスケジュール調整をして、まあみんな会社の皆さんには僕のわがままを聞いてもらって、本当に頭が合わないんですけど、本当にまさかでしたよ。すいません、ちょっと順延になってここ行きたいんで、すいませんっていう連絡が入りました。みんなに連絡してなんとかスケジュールを調整したんですけど、一個だけちょっと仕事を外せないのがあったんで、僕は一時帰宅って感じで、その22日の夜に一旦帰ってきました。なんで家着いたのが9時とか10時とかかな。秋田新幹線4時間かかるんですよね。皆さん知ってました？新幹線4時間です。僕も長すぎてすごいですね、それを耐えて。で、4時間かけて夜9時とかに帰ってきて、で、翌日の23日は都内で仕事をして、で、それが夕方5時ぐらいまで仕事してたんで、それが終わって秋田に行く予定だったんですけど、ここでも別選手から連絡来て、ちょっと肉離れっぽいのしちゃったから、ちょっと見てほしいっていうのを急遽言われまして。それが関東の？それは関東の見てるチームの選手なんですけど、で、僕は5時に仕事終わって、そのまま秋田に戻ろうと思ってたんですけど、急遽昼ぐらいに選手から電話かかってきて、
ちょっと見てほしいっていうので、ちょっと5時に仕事終わって6時からだったら見れますよって感じで、6時から1時間だけケアして、その後に秋田に入るっていう、またここでもはちゃめちゃなスケジュールだったんですけど、それをなんとか調整して、で、なんとか夜終電で秋田入って、で24日に前日練習をして、で25に決勝を迎えたっていう。すごくないですか、皆さん。急遽連絡入って7時までケアして7時から新幹線ですよ。で新幹線さっきアッキー言ってたけど4時間っすよ。やば。練習とか全然起きれねえな、これ。もう大変でしたね、なんか。まあ、でも選手怪我したって言ったら、もう、それはどうしようもないんで、もうなんとかスケジュールはこじ開けて、行ける方法を見つけ出すって感じですね。すごい。で、それで、まあ、ギリギリになったけど入って、はい、前日練習。はい、前日練習は普通にやって、で、いよいよ決勝っていう感じ。決勝ですよ。で、25日、まさかの前半15分からスタートなんで、すごいな。で、12時5分、12時5分再開で、まあそれまでアップがあるわけじゃないですか。はい、まあそれはもういつもと変わらず、アップはでもスタートが前半15分からのスタートなんで、ここを勢いよく入るためにはアップもちょっと上げていったりとか、ちょっといつもより心拍高めに上げたりとか、あのやる内容もちょっと実践的なもの、まあ要はもう15分からスタートなんで、前半が40分ハーフのうちの15分が終わってるんで、もう前半が25分しかない中の試合になるんで、もうアップでもちょっと実践的な練習入れたりとか、心拍もちょっといつもよりは上げてるような状況で、アップをしました。やっぱここでもなんか、まあ、そこの順延っていうか延期の影響が出てきた。そうですね、前半25分しかないので、もう一気に行くぞっていうような雰囲気と選手の体作りにもしていきたいんで、そんな感じで、まあ、監督たちと話してそういうアップにしましたね。まあなんか、まあ、多分これ言っていい、言っちゃダメっていうのあると思うんですけど、まあ、15分やった、そこで、まあ、怪我した選手とか、まあ、逆にアップいつもと違うから、はい、ここなんかちょっと違和感ありますみたいな選手とかってはなかったんですか？まあそうですね、あんまり言えないところもあるんですけど、まあ、別にそんなに大きなのはなかったかなっていう感じですね。そこ、まあ、言うても、はい、まあ、選手は事前にもうそういう風に伝えてはあったんで、選手たちもそういうアップになるっていうのは分かった上で当日迎えたって感じです。多分分かん、まあ、見てるだけだから分かんないかもしれないですけど、イレギュラーというか、まあ、非現実じゃ、非日常じゃないですか、15分から始まる、はいはいはい、基本的に、はい、なんか選手の気持ちのなんか持ちよう的なところで、なんか別で声かけたりしました、はい、そうですね、監督がいつもモチベーションムービーを試合前作ってくださってて、それを見て試合に行くんで、はいはいはい、選手の気持ちはもう勝手に上がるんで、とりあえずもう頭から突っ込んでけっていうことを、まあ、みんなが合言葉にして、いろいろ声かけたりモチベーション上げたりはしてましたね。なんかそこもやっぱり違うところが出てくる。そうですね、だからどうやって送り出すかとか、ちょっとスプリント入れて送り出した方がいいのかとか、そういうのは考えてやったりはしてましたね。ちょっとダッシュ1本入れてから行けとか、そういう声かけはしたりしてましたね。まあで当日は晴れ、晴れですね、もう快晴、バリバリの快晴打って変わってでした。最高です、もう暑いぐらいでした。でまあ晴れで試合再開ってなるわけじゃないですか、はい、まあ、その中で前半は結局何対何？前半が 1-0 でネオが先制して、先制してたんじゃないですか、はい、まあだからそれまで、まあ、特に違和感なく進んだって感じですか？そうですね、だから天気も晴れで、しかも芝も刈ってあったんですよ。お、芝も刈ってあってめっちゃ綺麗になってて、球も転がるような芝だったんで、僕らとしてはめちゃくちゃありがたい環境にはなってたんで、もう前半で蹴りつけようぐらいの勢いで頭から突っ込んでこうっていう話はしたんで、その思いの中先制でできて、折り返してこれたっていうのはものすごい収穫でもあったし、まあ、作戦通りかなっていう部分でもあったと思いますね。その先制したやつがキャプテン、はい、やっと決めてくれましたねいや本当に見てて、いやこいつちょっと1点取ったけどみたいなあったじゃないですかはい、はい、いやだからそれ見てて、まあ、だからでもそのキャプテンの子ってアッキーが1年かな
1年2年から見てる選手、ね、1年生から見てる選手なんで、まあ、思い入れは深い選手ですね。いやーすごいな。それでっていうかまずあれですよね、明桜の子たちほぼほぼその2年前で、まあ、選手権かなんかで見てたかなんかで、はい、結構みんな知ってるというか思い入れある選手。そうですね、一番思い入れある代じゃないですかね。僕が2年前なんで、今の3年生が1年生の時から、帯同させていただいてるチームではあるんで、まあ、いろんないい思い出もあれば、あ、負けた悔しい思い出もあれば、そんないろんな思いが詰まってる年代ではありますね。その中で22は順延、はい、で決勝いざ本番だ決勝だってなったらキャプテンはホストヤバーに打ち当てる、はい、でその選手がやっと結実。そうですね、まあ、ポストバーってのは後半の話なんで、ちょっとまだかフライングしてるんですけど、まだだった。ちゃんと先制点は決めてくれたんで、本当に気持ちで押し込んでくれたなっていう感じですね。まあ、秋田商業的にもまあ畜生っていう感じ、はい、じゃないですかね。まあ普通に多分お互い多分先制点はキーになる試合だと思ってたんで、そこでうちが取れたっていうのはものすごく大きいものになりましたね、はい、気分で。次で、まあ、それで先制して終わり、はい、そうですね、そのまま前半終わって、まあ、僕らとしては、まあ、思い通りいい運びで前半終われたかなっていうような感じですね。ノリノリ、はい、で、まあ、ベンチに帰って、まあ、作戦というか、まあ、これ気をつけていこうみたいな話になるわけじゃないですか。そうですね、その中で、まあ、トレーナーって、まあ、ロッカールームで何結構もうみんな喋ってる状況じゃないですか。そうですね、まあ、テーピング巻いてる選手に関してはそこで巻き直すかどうかの確認をする、まあ、あとはなんか負傷とかあったらその選手を少し見るとか。で僕はサブ組のアップ担当だったんで、サブ組のアップの手伝いを少しするとか、こんな感じで、まあ、トレーナー2人いたんでベンチのロッカールームで少し対応した後に僕はピッチの方を戻ってサブ組のアップ少し見て、でロッカー戻らせたみたいな感じですね。でもう一人の人は多分ロッカーずっといて、いろんな選手の対応とか、をしていたと思います。それで、まあ、アップ、まあ、後半からまあ出場っていう選手じゃないですか、はい、でまあ、ハーフタイムで交代はないにしろ、はい、まあ、そういうところで声かけて気をつけてることってありますか。そうですね、ハーフタイムの時はまあいつでも取り返したんで、特に この勢いのままお前ら入ってもその勢い崩さないようにやろうねっていう感じで話をしてましたね。で一応監督には合間見て、後半誰か使う選手と なんか変えそうな選手とかいますかっていうのは少し事前に確認して、その選手がいれば、まあ、その選手を少し追い込ませたりとか、アップの時間とか考えたりとかっていうような工夫はしてましたね。で、まあ、それで後半始まるわけじゃないですか、はい、で、まあ、でもその後半始まる前、はい、やっぱ 前半なんか始まる前なんかエンジン組むっていうのを想像できるんですけど、はい、後半なんかそんな特別なことがするんですか。後半もまあエンジンを組んで出ていい気がしますね。ね、みんな気合い入れて、まあ、入り悪いとやられちゃうんで、そこは注意しながらっていうところですかね。で、まあ、これが後半につながっていくわけですけど、後半は、はい、まあ結構五分五分というか見てる感じ。そうですね、まあ、後半始まって10分経たないぐらいで1点取られちゃったんで、そこがちょっと入り悪かったなっていう感じですかね。多分向こうも気合い入れて後半臨んできたんだろうなっていうのは感じましたし、あ、まあ、うちとしてもあんまり入り良くなかったかなっていうのがある中で先制されて、で 1-1 のままゲームがこう続いてったわけなんですけど、まあでもうちも攻めてたし向こうも攻めてたっていう感じではあったんですけど、決定機でいうと多分うちの方が圧倒的に多かったかなっていう感じはしたんで、ボールはボールは、まあ、秋田商業、まあ多分前編でもアッキーが言った通り、まあ、秋田商業結構ボール蹴ってくる、はい、チームなんで、なんかそこら辺は結構、まあ、みんな耐えてた。そうですね、バチバチと戦えてたなっていう感じはします。終盤ぐらいでうちのプレスがあんまりかからなくなっちゃったんで、向こうも少し繋いだりとか、なんかいい状態でボール持ってる機会が増えて攻められたっていうのはあったんですけど、まあ、うちもそこでなんとかこう我慢してる部分とチャンスメイクをする部分っていうのは結構あったんで、まあ、ちゃんと決められてればもう少し楽なゲームにはなったかなっていう感じですね。まあ、
これがまあさっき僕がちょっとね、あのフライングした話なんですけど、はい、でもあのまあ1失点するわけじゃないですか、はい、その時のベンチの空気感ってどんな、まあそうですね、まあ点取られたんで、まあショックはショックですけど、別にそんな焦ることもなくっていう感じですかね。ちょっとまあやばいかなぐらい、まあでも後半始まって10分経たないぐらいだったんで、まあまだ時間あるから全然大丈夫でしょうっていう感じで、僕はそこから後半組のアップを、サブ組のアップを始めました。あ、もうそこら辺からちょうど10分ぐらいでやろうかなと思ってたんですけど、で10分経たないぐらいで点決められちゃったんで、あ、ちょっとこれ空気悪いからもうアップ始めとこうと思って、いつ選手交代するか分かんないしと思いながら、そこから後半サブ組のアップを始めて、体はずっと動かしてたなっていう。あ、なんか結構なんかその 空気感も読んでアップ始めるとかあるんですね。そうですね。まあ、監督がどのタイミングで選手使うかとかにもよって、サブ組のアップ時間は変えますけど、ちょっとなんか空気悪そうだなと思ったんで、もうサブ組はアップさせたのと、あと点取られた後選手変わりそうとか流れが変わるんで、選手交代もありそうだなと思ったんで、ちょっと動こうとして、全員動かせて、で、そこからはもう逆にサブ組には、お前らここで入って点決めたらスーパーヒーローだなっていう話をずっとしてて。あ、ちょっとテンション上げさせるというか。絶対お前らこれで点取ったら注目されるぞ。やるぞとか言ってみんな盛り上がったとこで。でもその声かけって結構重要っすね。めちゃめちゃ大事ですね。やっぱ選手も落ち込むは落ち込むんで、じゃあその落ち込んだ気持ちをどうやって上げるかっていうのは結構考えなきゃいけないところですし、その声かけができるのってトレーナーですし、まあ、最後の一押しは監督からあるにせよ、そのアップの雰囲気だったりとか、あ、体の動きっていうのはめちゃめちゃ大事だと思うんで、そういうのはしっかり意識してやらないとダメだなっていうような感じですね。これがまたね、これ、まあ、追加点を取るわけじゃないですか、はい、その後についに、あのキャプテンのね、本当に、あとポストバー、僕も後半はちゃんと見てたんですけど。はい、ポストバーに当たるに、もう当たるごとに、うちの、会社の、事務スタッフのお姉さんと一緒に頭抱えて、はーって言って、もう本当にあれだったんですけど、まあ、それから劇的な。そうですね。ガチ腰だもん。決定機2、3発あったかな。2、3発外して、で、やっとコーナーキックから1点決めて、で、勝ち越して、もうベンチはどんちゃん騒ぎで。これが、またあれなんですよね。あるんすよね、ドラマというか、まあ、俺がまた決めた選手に物語があって、今回の決勝、今年の決勝って去年とまあ同カードなんですね。同じカードで、で去年は PK で秋田商業が優勝して選手権の全国の舞台に行ったんですけど、まあ、この PK で明桜が負けた試合の PK の最後のキッカーが当時2年生の選手で、まあ、その選手が PK を外して、負けた、要は3年生の引退を決めた試合で PK で外して負けた選手がまあいて、その子、まあその選手も大泣きで、まあチームも悔しい結果になって、で今年はまあその雪辱も晴らそうっていうので臨んだ試合で勝ち越し弾、すごくないですか、決めた選手がこの PK を外した選手。いや、もう漫画の世界。その選手は本当に去年 PK を外して負けて、でその悔しさもありつつ今年の試合決勝に臨んで、で自分で決勝弾決めて去年の雪辱を晴らせてよかったですっていうことは言ってたんで、すごいし、しかもそのまあ順延した雨の日、はい、めちゃくちゃ狙われてたんですよ、はい、順延のあの雨の時の試合は全然プレーも良くなくて、あ、なんか多分緊張してたりとか、なんかこうやっぱ去年の失敗が蘇ったりとかしてるんだろうなっていうのは感じてたんで、まあそれもあり少し名誉をかけてた選手でもあるんで、アップでもちょっと気使ってこけたりとか、あ、ちょっと盛り上げたりとかして、そんな感じでいろいろとやってた選手がなんか決勝弾決めたんで、もう監督、コーチ陣とか選手自身もそうですし、周りの選手たちもみんなもう最高だねっていう話をして、本当に漫画の世界ですよ。めちゃくちゃ感動ドラマですね。でまたしかもここでね、そのシーンでトレーナーが登場しないといけなくなるあの怪我が起きてたんですけど、あれは結局、まあ、鼻血出てた、バーって出てたんですよ、はい、もう全然ダメで、まあ、あれはもう、まあ、決まってる、喜んでる中で、はい、あ、やばいってなるんですか、もうぶたれてるわけじゃない、そうですね、喜んでて、でパッとなんか秋田商業のチームの選手が溜まってたんで、パッとそこ見たら
あれなんか青いの倒れてるなと思って、あの、うちの選手倒れてると思って、そこでもうすぐ駆けつけたっていう感じですね。あれ、なんかそこら辺結構見てないといけないじゃないですか、トレーナーって。はい、何があったとか、はい。しかも点入って喜んでる途中で。はい、あの時って、ほんまにもう、もう無意識のうちに、あれもう誰々倒れ、誰々っていうか、まあ、うちの選手倒れてるとかっていうのが分かるレベルで、もう、はい、キョロキョロしないといけないって感じです。そうっすね。もう喜んで、わーってみんな集まって、こう、ハイタッチとかなんとかした後に、ふっと見たら、倒れてたんで、あ、やばいと思う。なんだろう。コーナーキックだから、まあ多分接触系だろうなと思って、その瞬間にいろいろ考えて駆けつけていったって感じですね。ダーって鼻血が出てたじゃないですか。はい、あんまりもなんか止血しない、まあ、サッカーって止血しないと試合出れないんですよ、はい。あれの止血の方法って本当にあのティッシュ詰めるだけなんですか。そうですね。あとは鼻すすらせてなんとかすぐ鼻血を止める。はい、だ下向いてると鼻血がだらだら出てくるんで、上向いても鼻吸わせて、止めるか、はい、もう一回全部出しちゃう。鼻かんでとか下向いても全部出させて、そこから鼻に詰め物入れて、止めるとか、そんな感じのことをしてましたね。あ、でまあその選手帰って、まあ、一回ね、あのレフェリーに怒られて、はいはい、もう一回ちゃんと止めてこいって言われてましたけど、でもその後もまたその選手、まあ、ちょっと接触でちょっと痛めちゃったじゃないですか、はい、あの瞬間とかも結構トレーナーとしては、まあ、怖いなというか、はい、なんかおってなる瞬間なんですか。そうですね、まあ接触した場所がベンチから反対側で遠かったんでよく見えなかったのと、僕サブ組のアップしてたんで あんまりこう怪我した瞬間見てなくてあんまよく分かんなかったんで、僕は遠目で見ながら、僕はサブ組練習担当だったんで、あのもう一人の人がグラウンドピッチ内行って、あの対応してたんですけど、まあ、その対応してる様子見ながらどこの怪我かなとか予想されることを考えて、じゃあベンチ戻ってきたらこういう準備しとこうかなとか、こういうものを置いといた方が助かるかなみたいな感じでいろんなものを用意したりとか、じゃあその選手怪我して抜けるってなったら、じゃあベンチから誰を同じポジションの選手とか誰を投入するかっていうので、じゃあそいつの心拍上げてアップ早めてやろうとか、まあ、いろんなことを考えながらやってましたね。あんまりなんか僕そこまで考えてると思ってなかった、はい、トレーナーって役割が、はい、こっちとこっちで、まあ、やって仕事をしましょうよみたいな感じだと思ってたんですけど、はい、こうそっちの動き見てこっちでこうするって言ってとか、まあ、逆もしかり、はい、もう結構あるんですね。そうですね、結局監督が誰を使うかとかどうするかっていうのもありますし、まあ、ピッチで誰が倒れるかもわからない状況でもあるんで、いろんなことを考えるのといろんなところを見ておかないといけないっていう、監督がどういう発言をしてるとか、サブ組の選手たちがどういう発言してるとか、試合の流れは今押されてるのか攻めてるのか、どうすんのかとか、っていう状況をいろいろ加味したりとか、いろいろ見ながら考えて、じゃあどういうことを自分がしたらいいのかとか、勝つためにどういうことをしなきゃいけないのかとか、っていうのを考えてやるようなイメージですね。なんか結構大変っていうか、ちゃんと見てないといけない。で、まあ、競技を知ってれば知ってるほど得って感じですね。そうですね。その方が、こう、やっぱり、調子悪いな、いいなとか、今押されてるなとか、まあ、いろんな専門用語も分かったりするんで、自分がやってた競技とか、特に詳しい競技とかの方が有利は有利ですね。ただまあ、そこは勉強できる。はい、そう。そこは別に試合を見ればいいだけなんで、で、いろんな人に聞けばいいだけなんで、そこは別にあんまり変わんないですね。まあ、怪我。まあ、そこで結構、まあ、トレーナーとして仕事が終わるというか、はいはい、あれじゃないですか、まあ、一段落じゃないですか、はい、アップさせて、あとはアップさせるぐらい、はい、でまあそのまま順調に終わりに近づいていくにあたって、はい、もう最後の最後にすっげーヒヤッとするシーンあったじゃないですか、はいはいはい、あのもう相手のロングボールがもうほぼゴール前に来て、はいはいはい、あと当てるだけっていう、はいはい、あの瞬間ってトレーナーって何考えですか。いやもう試合も終盤だったんで、ここから変わることはないだろうなと思ったんで、まあアップはほどほどにしてた感じですね。で、まあ、試合を見てたんですけど、まあ、普通にヒヤヒヤしたぐらいです、ね、マジでもう あの瞬間も頭抱え続けてで危なかったですけど、特にその時はもう危ねえぐらいしか言うことなかった逆にもうそれ以上の感情は出なかったそれ以外はよかったら、で、まあ それが多分最後のプレーかな。そうですね。で、まあ、終了の笛が鳴るわけじゃない。もう、それはそれはって感じですか。もう、たまらんですね。それはもう、大歓喜ですよ、ね。まあ、監督ね、明桜の監督も大喜びだし、はい、もうベンチなんかもう、わーってなってるじゃないですか。そうですね、選手なんかもう、喜びで泣いてる選手もいれば、もう、しんどすぎて疲れてる選手もいれば。そうですね。
なんか結構そういう瞬間ってトレーナーさんって、まあ、客観的に見るというか、はいはい、もうただもううわーって集まった後選手のケアとかあるじゃん、はい、考え、だから逆にその選手のケアを考えるのか、はい、それとももう今はこの瞬間を喜ぼうなのか。いや普通に喜んでましたね普通に喜んで、まあ負傷した選手もいたんで、うん、そこの対応とかもしましたし、喜びながらもそっちその選手たちとも喜んで、もちろん出てる選手とも喜んで、サブの選手とも喜んで、監督コーチ陣とも喜んで、で一通りこう喜んだ後に、まあ、あの負傷した選手の対応とか、もうだからそこでスイッチを切る。そうですね、もう本当にもうだってあの TVer で、あの多分あもう見逃し配信もしかしたら終わってるかもしれないですけど、あのみんなで整列して挨拶行くとき、あの秋後ろであの動画撮ってます黄色い人が一人後ろでいやだから本当にその瞬間に立ち会うのがやっぱりトレーナーとしては、そうですね、それがもう一番の醍醐味だと思います。その勝った瞬間にやっぱり携われるっていうのもそうですし、試合終わった後こう整列とかして、まあ応援席とかに挨拶していく途中に、あの一人の選手が僕のとこ来て、アッキーのおかげで今日勝てたよっていう風に一言言ってくれた人がいて、まあ、そういうのを聞くとやっぱりもうこれ以上に嬉しいことはないなっていうのが思うのと、もうトレーナー室でこれを聞けるのがもう本当に最高の喜びだなっていう風に感じたんで、まあ、やっぱりこう今までこう、まあ、大変なこともたくさんありましたけど、やっててよかったなっていう風に思えた瞬間でもありますね。マジその一言ってもうやばくないですか。もうやばいっていう言葉しかない語彙力の欠如がたまりにもすごいんですけど、その一言で今までの移動の疲れだったりとか、なんかケアの疲れとか、まあ、いろんな疲れがもう全部吹っ飛んで、いやそうでしょうか、あ全部このために捧げてきてよかったなって思いましたね。その、まあ、ちょっと偏見かもしれないですけど、トレーナーさんって結構、まあ、裏方の仕事、はいはい、まあ、お客さんから感謝されることあんまない、はいはい、だからこそ逆に選手から直接感謝されるっていうことが最大の喜びじゃないですか。いや本当ですね、それをしかも高校生ができるってすごくないですか。いやもう止まらない、言葉を失いましたね。いやもうよかったっすねもう本当に、で、まあ、全国多分、まあ、順延のあれもあって全国で2番目に早く、はい、まあ、全国優勝を決めたアッキーなんですが、まあ、まあうち結構そういう高校に携わってるトレーナーがいるんですけど、今マウント取りまくってますから本当に、まあ、そうすごい決まったんで、あのもうあの国立で待ってるからって感じですから決まったんで、僕が違う高校とかに行った時はもう待ってるよって話を選手にも、あーコーチたちにもして、トレーナーにもして、一緒に戦おうとか国立で会おうとか、そういう話をもう最近はしょっちゅうしてますね。いや本当に多分そういう、まあなんて言ってかな、その、まあ、言う早めに決まったっていうだけではあるんですけど、そういうことが言えるっていうのも多分トレーナーならでは、選手が言っちゃうとやっぱ嫌味っぽいじゃないですか、はいはい、トレーナーがちょっと冗談っぽく言えるっていうのはトレーナーならではの楽しみ方なのかなって感じがします。皆さん、年末年始、まあ、実家に帰ったり、まあ、お家にいたりって、まあ、いろいろとあると思うんですけど、まあ、ぜひ明桜高校の応援をしていただければなと思います。12月28日が開会式なんで、そこに来てもらえたら国立に来てもらえたら一番いいかなと思います、はい、で29が1回戦かな、まだ対戦表とか決まってないんで分かんないですけど、皆さんではぜひぜひあの国立でアッキーとお会いしましょう。国立で黄色い人を探してください全国でも黄色で行くんですか分かんないですいや願掛けで同じの着ようかなと、あるなそれは。寒いからどうしようかなと思って、まあ、ぜひぜひそこら辺もあの、ね、やっぱり主役は選手であったり、まあ、監督であったりというところではあるんですけど、ぜひそういったところも、ね、注目して見てくれると結構スポーツが面白くなったりするかなと思います。違う楽しみ方をしてもらえたらすごく嬉しいなと思いますね。まあこれで、まあ、名誉裏話というか、はい、もうトレーナーから見る、まあ、全国大会決勝というのは、まあ、一旦ここで終わりかなと思います。皆さん、はい、あのまあ、もっとこんな話聞きたいよとか、逆にこういうところって何ですかっていうのは、全然コメント欄とかあの公式 LINE のフォームに入れていただければ幸いです。ぜひぜひ何でも聞いてください。はい、で、まあ、うちは結構インスタグラムとか TikTok とかで、あのインターンの方インターン実施しましたよとか、うちの山田のこれまでのすげえ経歴とかがガンガン載ってたり載せてたりするので、あのぜひぜひあの登録してみてください。ぜひぜひご覧ください。では第6回明桜高校後編は終わりです、はい、ありがとうございました。